今場内にコールされました。カニザレス今日登録されたんですけれども、このカニザレスが節のところで、代打で起用ということになっています。1979年11月21日生まれの35歳、190センチ109キロ、キューバ出身ですが2004年に亡命してドミニカ共和国の国籍になっています。メキシカンリーグで首位打者に輝いた実績を持ちまして、昨年行われた WBC ではスペイン代表の4番も務めております。打っていって来日初打席がレフト前ヒットになりました。カニザレス立派な日本デビューということになりました。見事にヒットで、そうですね、やっぱりホームランをバンバン打つのでやっぱ首位打者を取るだけ、メキシカンリーグでね、首位打者を、ね、取るだけのことあって、しっかりコンパクトに打ちましたよね。そうですね、2軍戦でも2割8分9厘という成績を残していましたが、1軍登録されて代打で起用され、そしてすぐにヒットを打っていきましたカニザレスです。こう雰囲気がですね、アンドレ・ジョーンズなんかに似てますけどね、はい、非常にね。そうですね、みんなでも同じように見えるんですけどね。あ、バッティングもね同じようにね、はい、打ってくれるといいですね。そうですね、はい、